はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとになります。まずは結論から、4時間種ボリンジャーバンド一目均好表上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、4時間種ベース、底堅く推移を調整、売り、警戒と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はいまずは4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線上昇しております4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です4時間足ストキャスティックス売りシグナルが点灯しておりますはいこちら4時間足の一目均衡表です上昇トレンドの形状をしておりますそれでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思いますまずは東のボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯 8時間種ボリンジャーバンド上昇トレンドの形状ストーキャスティックス売りシグナルが点灯はい、こちら2時間種ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯はい、こちら60分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯はい、30分足ボリンジャーバンドも上昇トレンドの形状ストキャスティックス売りシグナルが点灯 はい。最後15分足ボリンジャーバンドトレンドレスストキャスティックス売りシグナルが点灯ということです。はい。それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは149円ちょうどレベル。149円ちょうどレベルと考えております。続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは151円ちょうどレベル。151円ちょうどレベルと考えております。 はいチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通過1 6ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードをまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ドレン、本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。149円ちょうどレベルから151円ちょうどレベル、149円ちょうどレベルから151円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。21時30分、アメリカ GDP151 年代突入、実断介入、警戒ということで、はい、本日、ニューヨーク時間なんですけど、イベント盛りだくさんということで、21時15分、 <laughs> 15分なんですけれども、ECB の政策決定会合ということです、21時30分、7、月期アメリカの GDP 速報値、同時刻21時30分、9月のアメリカの耐久財留中、同時刻21時30分、はい、アメリカの新規失業保険申請件数、ジョブレスです、さらに21時45分上がるど、ECB 総裁の定例記者会見、27日、 2時なんですけれども、アメリカの7年債入札ということではい。経済指標次第では151円台突入もありえるのかなという感じもしております。はい、そうなった場合にはもうかなり、えー、現在マーケットでは介入警戒感高まっております。本日。 欧州時間序盤なんですけどもドル円が150円の78レベルを推移してたところ149円の8号まで急落しております、えー、介入、えー、介入もどきみたいな動きが出ております現在は150円の40レベルを推移ということなんでマーケットかなりセンシティブになっておりますお取引をされる際には十分ご注意くださいはい、そういうことで4時間シュボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということでのげ円本日は ーーえ、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には底堅く、水位も調整より軽快と考えております。農研、本日ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には底堅く、水位も調整より軽快と考えております。はい、続きまして通貨強弱と板情報ということで、まずは左手ボラティリティツールなんですけど、一番強い通貨。 米ドドドルルそそそののの次次次日本円その次ユーロその次ドル最弱通貨はポンドとなっております、はい、続きまして右手側、外貨ネクストネオのお客様の板情報です。まずは売り注文からなんですけども、150円の50、60、70、75、150円の80、あと85ですね。売り注文たまってきております。ストップ注文につきましては、150円の80と85にたまりつつあるようです。はい、続きまして、買い注文なんですけど 150円の1号150円の1丸あと150円ちょうど、149円95、90、85に買い注文たまりつつあるようです。ストップ注文につきましては150円の25と20にたまりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。マーケットでは介入警戒感かなり高まっております。入浴ーー時間にも介入、えー、やった実績もあります。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタンンチャンネル登録よろしく お願いいたします本日は以上となります